大議員は、マルタ共和国の一員制の立法府。同国憲法では、マルタ議会は、同国大統領と大議員で構成されることとなっている。大議員は65人の議員で構成され、任期5年13の選挙区から、それぞれ5人が選出される。また選挙では、最多得票となったものの、議席数において、 絶対過半数を獲得できなかった政党に対して追加議席が与えられる。マルタの大議員議員や地方議員選挙では短期常識投票が行われている。この方式では複数政党制となりやすいが有権者は二大政党に票を投じるため事実上の二大政党制が出来上がっている。大議員はバレッタのマルタ士団総長官に置かれている。独立から数えて 第11期となる大議員の任期中に、イタリアの著名な建築家、デンゾピアノに依頼して、バレッタの市街入り口を新装することとなった。政府の当初案では、議会は、旧オペラハウスがあった場所に移ることとなっていたが、あまりにも狭いため見送られた。そのため議会の新たな建物は、自由広場の上に移すこととなり、現在の建物よりもまとまった外観を持つようになっている。 このプロジェクトは、第11期大議員の任期満了までに完了できるように、2010年初頭にも着手されることになっている。1995年、大議員の各会派と議長との間で議論が重ねられた結果、議員規定が改定されて多くの委員会が設置された。この目的は、議会運営の効率化や議会の監視機能の実践の場を作るということであった。 議員規定では以下の6つの常任委員会が規定されている。出典、マルタ政府。ありがとうございます。